よし、じゃあやっていきましょう。トイレの花子さん。ということで、前回は、事前にいただいたベータバージョンをクリアしていったんですけど、今回はスチーム版の製品版を改めてやっていきたいと思います。ベータバージョンと製品版、何が違ってるのか、何が増えてたり変わってたりするのかっていうのも見ながらやっていきたいと思います。ということで、始める。あ、これだとわかりやすい。始めから。で、こういうところはちょっと読まないで飛ばしていきたいと思います。ねえと。あの噂覚えてる？うん。なんで？聞いた話によると、噂の場所はこの学校らしいよと。噂の女の子は女子トイレで自殺したと。3階の3番目のトイレね。で、なぜか巨大なナイフを持ったまま死んでると。赤いスカートは、実は血で染まっていたと。で、始まると。おー、始まった。で、これね。で、道中はもう、攻略全部知ってるんで、もうパパッと行っちゃいたいと思います。ただ、一応全部の、こっちじゃない。で、全部の、一応教室を回って何か増えてないかだけ。なんか青いのが増えてる。支援者のポスターとかは青いやつが増えてる。あ、そういうことか。で、こっちじゃない。こっちと。俺自力で探したんだけど。で、ここ。ここね。で、何をするんだっけ？回る？で、待つ。で、話しかけてみよう。エリちゃん。話しかけらんない。だから待っててもダメと。で、回ると。で、3回回ってワンと言えじゃなくて？うん。終わるまで話しかけらんない。なんかさ、BGM じゃないけど、薄く、なんか変な音が聞こえ、うわぁ！ベータバージョンにそれなかったじゃん！いたわ！ちょっと待ってね。いない。あの女の人何なの？ドアを3回叩くと。で、花子さん、遊ぼうよと。いた？ベータバージョンいた？花子さん遊ぼうよ。で、何も起こんなくてよかったかもと。まあそうだよね。で、来ると。で、動けないの、こっから。もう何もできない。画面しか動かすことができなくて、で、来るよ。うわ、キーンとなってる。こんなのなかった。うわ、ちょっと。こんな演出じゃない。うわ、みんな逃げてった。うわ、違う。ベータバージョンとパワーアップしてるじゃん。全然違う。もうなんか別物みたい。そこまでじゃない。なんか、じゅわっていう感じが。これ何すんの？こんなのなかったよ。マジか。しかし、敵にあなたの足音が聞こえるかもしれません。まあ。で、ここに、コート。なんだっけ。一回ね、体調をね、100% にするために何回もね、やり直したんで、意外ともう攻略は大丈夫と。で、ここは、ここ開く。で、マッチでここはつけると。まあ、ここら辺はね、あれなんだけど、このコバみたいに、新しいアイテムが増えてる可能性があるから、まあ、軽くさらっと見ると。で、ここね。ガタガタ言ってる。で、ゆめちゃん。あれ？
あ、びっくりした、今、なんか透けてんのかと思った。もうダメかも。もうダメかも。ま、マッチ。で、目が覚めたら私は2階にいたのと。なんで、1階にいたんだろうね。で、プールから、これと。で、もう1回話しかける。泣いてたと。で、ちょっとここ開けて、ないね。あ、で、これね。どどめき。ここはあとなくて、こっちね。で、ここさっき言ったところ。もう何もないよね。うん。で、まだね、怪物は出てこないから、どどめき。で、ここ。うわ、変な音する。で、ここが、あのろうそくを3つ、つけたから行けたと。そういうことなんだね。まあ、そういうことなんだねっていうか、まあ、何回もやってたんだけど。で、音楽室と、ここ、あ、美術室があれで、一応これね。で、ここに、マッチね。もう、だいたい覚えたんで。うん、ここら辺はもう。で、2番ね。とどめきと。基本2個かな。で、電池はここないんだっけ？で、これはね、こうと。なんか耳鳴りする。やめて。え、こんなのあった？なかったよ。そして、ここに女の人がいると。うわぁ、耳鳴りやべえ。誰かしらと。これは同じだね。注意してと。さまよう者たちの気配を感じる。で、懐中電灯。うん。これは、お出迎え。あはは、つった？で、なんかさ、こっちは赤い。で、こっちは目を閉じてる。見えてないのか、目を開けてんのか分かんないけど、すげえ気になった。そして、近づくとあれだから、一旦、ああ、こっち行けなくなってるか。で、来るぞ。来るけど、一旦ここに入って、ここに鍵。電池。あ、結構あるな、電池。こんなんいらないのに。電池はね、あんま使わない。で、来るよ。で、光を集中させる。右クリックで、光を集中させることができるんだけど、多分バレる。必ず。はい、来たね。したら、こう当てる。で、ちょっとずつ離れて、ひるんだら逃げると。で、足音。走ってる足音にも、反応するから、で、学校の中に入る。から、こっちから行くと。うわ、絆創膏増えてる。え？なんか今、ポチャーみたいな。そりゃそうだよね。てか俺、絆創膏なしで やってたよ。あ、行ったね。そしたらこうと。そして、1年生になったら、友達ゼロに行きたくないと。で、ちょっと後追っていくと、あんまり近づくとね、バレるから。で、後追ってって、電気室はね、まだ入んなくていい。1年生。こっち。あと走って大丈夫。ここも、あれだけど、ここは電気室ね。一応開けとくかも。開けといて、ただ、まだレバーがなくて、で、ここ1の2。1の2はまだ増えてなくて、で、ここにスケッチブック。これを読まないと、鏡像を倒せない。まあ、仕込んだと。半塊ね。で、倉庫 B。で、電池あるね。あ、で、これ。これが3つ目。これでセーブができると。ただセーブはする必要がないかな、今。で、でこっちで戻ると。ここが1の1。早かった。
ぐるっと一周すると、あれ、めんどくさい。で、ここにあって、来てないから、ここにあって、ポイと。倉庫へ。で、とりあえず二つ手に入れて、そしてあと鏡像行くと。で、音楽室と。で、音楽室がここね。すぐそこで。で、ここにそう、おお、びっくりした。マジか。あ、で、こっちに何かあるか。あ、そうだ、これ。こっちは、こうやって、ここも、鍵をいらない、なんかこの機械のやつ。で、この通りに進んでいくと、あれか。あ、来てる。来てるから、一旦これ入れるか。これで多分全部、開くね。こうと。開けて、こうと。あとは、プールに行くから、できたと。小判なんだ？この神社から、うん。金？あはははは。小判だ。小判でセーブする？あなた何者？誰だ？まあいっか、使うか、一旦使ってみよう。はいと。じゃあセーブしなくていいか、次から。したら行こう。したらレバーを取りに行くと。で、ここ降りても大丈夫だよね。ここがはしご置く場所。でも電池はいらないし、消火器で倒すと。あとないね。じゃあ取ろう。で、遅くなってるから、もうこう。こうやって下がりながらただ撃つだけっていう。で、ちょっと、曲がるときだけ距離詰められるから、あとはこうやって25メートル来たなと思ったら、ちょっとこう。曲がるときだけちょっとね、あれだから。ちょっと曲がると距離詰められんな。で、こうと。多分そろそろ倒せる？はい。で、プールと儀式用のろうそくと。で、これ、これを置いた後に、これが、なくなってると。なんか面白いな。ちょっと傷口に貼る。ああ、そういうこと。そこまで見てなかったわ。で、行こう。で、レバーをやって、オッケー。誰かいる。で、この足音はジョローグも、そして花子さんがいると。すごいよね、この体育館超でかい。で、行きましょう。で、ジョローグももう大したことはない。ジョローグももね、攻略したんで。セーブはまだいいや。で、上。ここに何か増えたりして。ここから出られないよね。したら、まずは2階をぐるっと行きます。あそこにいるから、こっち。まずはここ入っちゃって、ここ何もないな。多分何もない。で、こうと。まだ行かないと。そして、ここが、あそこね、お札ね。呪われたマネキンと。で、職員室に、
職員室に俺カレンダーと。うん、かわいい。一瞬なんかあのアイテムかなって思っちゃう。ああ、ちょっと。はいはい。はい、もし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 。どこだ？これか？え？あ、これは調べらんない。増えてる。あ、やっちゃった。あ、でも、いけたわ。校長先生はダメと。コンピューター室もまだ。4の2は開くね。あ、これあれだ。アイテムじゃなくてね。普通に攻略したいときは、うん。アイテムと勘違いするから、最初はいらないとか、の方がいいかもね。で、こうでしょ？で、そろそろ一周してきたと。で、ここが雲。この大きいところね。ここが、うん、通れないと。ここはないね。いるか。ここに何か増えてる。おお、何？え？え？ここだけ。行きます。はい。誰？誰か入ってる？あ、エリちゃんかゆめちゃんか？もしもし？誰か。誰？増えてる。製品版に。ベータバージョンにいない人が増えてる。俺これ確認してたんですよ。あの、ベータバージョンも確認したのに、いない。これが、別なエンディングとの違いか。ちょっと、あれだな。トイレもちゃんと確認しないと。いいね。二度おいしいよ。ベータバージョンでやって、そして製品版で、新しいのが増えてないかっていうのを確認するって。めっちゃ面白い。したら上行こう。上にいないか？もう一体いたりして。で、ここは暗いから、懐中電灯つける。で、ここはマスターキーと。マスターキーと。で、ここ開かなくて、で、ここに上履きがあるはず。オッケー。そして、食堂の鍵。電池あれで、確か、あったった、やっぱり、ここ。ここに、ジョローグモ。で、2番がまだあれだから、で、こうと。で、ぐっちゃりで。図書室で上だけど、右から行けばよかった。で、開けて、ここにもなんか増えてそう。ここはマスターキー。で、ラバーカップと。で、保健室の鍵。で、ここで2と。確かここが理科室と。で、コート。あとここに何かあるか？これは違うか。ここのだだっ広いところは何なんだろう。あー、小判あったー。けどあんま使わない。セーブだけだから。で、ちょっと保健室行こう。どっちかっていうとこれが、うん。そしてから、あと2階に行って、ボス。
ボス戦だからここでセーブすると。したらちょっと、ジョローグも、会ってみようか。ここでいいや。来た。うわー、うわー、口。で、ひるんだら、こういう角に隠れると。まあ、あと教室の中とかね。で、ここと。増えてないか。で、これがヒントと。できます。で、ちっこいのが来るから、一旦電球取って、で、こうでしょ？コンピューター室の鍵を取ったら、あとは、また電球取りに行くと。で、こうでしょ？で、ここにあって、で、あとはバッテリーだけか。あ、で、はしごね。一旦はしごをここに。で、こうと。で、どれか一つに集中しないと積む可能性があるよ。で、バッテリーと電球が2個あって。OK、これで全部落としたから、あとは、で、助けてくれてありがとうと。なるほどね。で、泣いてると。泣くなよ。あった電球。ちょっと近くで見たい。どうなる？おお。そしてちょうだい。儀式の。で、まだいるんだよこれ。これにあれ使いたくないからなーんと。そして逃げます。で、開くと。で、いると。なんで笑ってんの？こんな声なかったよ。ベータバージョンに。で、ここからやばいよ。そう。見つかったら、来る音がするから、すぐ後ろ振り返って、当てると。で、こっちか？あった。で、で、あれか。で、ここが、食堂の場所と。食堂の場所に、あれ？置いたの？あれ？雲とかさ、あれ置いたの、花子さんが原因じゃない？うわー、やめて。で、ここね、これ。これ最初全然、背景と化してたから分かんなかったけど。で、これがもうほぼ答え。ほぼってかもう答え。この、こう。あ、で、こうか。で、開くと。で、ここが校長先生のとこだったと。あった。いっぱいあるから使うか？いや、わかんない。で、マスターキー。そして、マスターキーで、開けれるのが、用務員室と、あそこだけじゃなくて、どうしたっけ？で、コート。あ、はい、来た。来たから、これは、ちょっと後ろを気にしつつ、ダメージ食らいたくないからね。あ、あった。どっちから来る？うわ。
あ、ビビった。で、消えるから。うん。あ、で、ここね。これ。これがね、すごいわかんなかった。あ、一応首なし。2があるのかな ?2 を見つけてないんだよね。で、2がまだちゃんと見つかってない。で、マイクがあって、お札。そしてこれね。皆さんのね、コメントありがとうございました。まあ、簡単に説明すると、この第1週目は1024、2週目が2056、4週目が2125と。で、4桁なんだけど、1週目、1234567、4、4だけ線が引いてあるじゃないですか。それをまず除外すると。4は除外して、1たす2たす3たす、5たす6たす7と。すると24と。あとは、じゃあ4。4は何なのかっていうと、線と。そのままの意味で線。線が引いてあるイコール線と。1週目は線が1個しかないから、線24と。2週目は2本線が引いてあるから2000と。っていう風に考えると、3週目は、まあ、線以外のものを足すと108。そして線が1個だから1108と。これね、ほんとわかんなかった。1108と。で、屋上と。で、これで屋上に行けるんだけど、まだいいや。ここ。ここの、ここ。図書室のここに、お札があって、プラスお花があると。で、じゃあちょっと行ってみようか。この時点で行けたんだ。これと。誰かいる?今はいないか?いや、わかんないよ。隠れてる。あ、これ関係ないか。可能性がある。とりあえず、一個置こう。おー、びっくりした。一瞬読み込みが。誰かいるんじゃないか?こういう隅に。絆創膏だけ集まってくるな。まあ、とりあえず行こうか。あれ?あれ?いや、違うよね。これさ、赤マントの、パンと牛乳欲しがってた女の子じゃない？繋がってる？屋上そうだよね。で、ヤタの鏡でしょ？で、草薙の剣で。まあ、ちょっと音量は繋がってないのかもしんないけど、間が止まったっけ？あ、ここだ。6の1と。あ、やった、小判。小判嬉しい。で、ここは他に、まあ、とりあえず、花を、もう、数が多いから。で、こっちと。あ、やべ、いる?で、ここ、2階の4の1が空いたと。あ、これ違う。そして、放送室の鍵がある。あった。オッケーと。そして、ここは、あ、あった。あ、あ、これ違うか。あ、で、マイクがなくて、あった。マイクちっちゃい。で、ここに出ると。声、いる?そっから聞こえる。で、ここでバンと。ペット。で、ペット。ここに2がありそう。誰?もしもし?この状態で聞くか。ひどく怪我してるみたい。話しかけらんない。ちょっと待って。怪我してる?あ、絆創膏。やっぱり!彼女の傷を手当てする。はい。誰?誰?マジで。逃げた。なんで逃げんのよ。
あ、俺が変態だったから。あ、なんでもないです。お守りだ！新しいの！ただ使い道がわかんない。あ、だからか、あのベータバージョンになんか何もねえなと思って、ここ開くのになんで何もないんだろうと思って。そしたら、お札が、うん、3つ揃ったから行こう。で、来ちゃうからな。コート。コート。そして、コート。で、無視して行くと。で、ここの、ここに食堂の鍵と。で、上にあるんだけど、じゃあちょっとこうしようか。取って、あとは何もないよね。うん。行きます。取ると、来る。で、カードに入ったから、いやー、この耳鳴りやべえな。で、ここね。これは最初固定だ。で、さっきみたいに来るからパパッとこう。と、後ろには出ないから、壁には出ないから、こうやってると前しか出ないと。来るから壁を背にするのが基本。なんか、戦闘みたいなこと言ってる。で、ちょっと空いた。で、結構ダメージあれなんだな。で、こう。来るかな？来るかな？そろそろ、はい、来た。あ、いた。そして、これをあげると。ああ、いけた。そして、あ、かわいい。なんか、美人。ショートカット。それ関係ないか。誰か増えてたりはしないね。で、ヤタの鏡と。これ、あ、こんな音した？で、ほら見て。あれがなくなんの？懐中電灯がなくなんの。で、右クリックすると、コート。あーだ、びっくりした。で、もしもし。ゆめちゃん。私と。あなたを助けたいと思って、使えるものが何か探してたら、鍵。どこで見つけたの、あなた。ちょっと怪しい。で、一緒についてくる。お守り何すんだ。何？これ赤マントのやつじゃん。あ、怖い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 よ。一旦セーブしようか。もう決戦だから。使わないとか言っておいて、使うっていう。そして、絆創膏がめっちゃある状態で、OK、行きます。F では選べない。で、行きます。あの女の子どこ行ったんだろう。あの子は本当は誰も気をつけたくなかったと。すべて終わらせたい。あ、あの妖怪たちを終わらせたいっていうか、沈めたいみたいな感じだったのかな。何を知った？私たちが複雑？え？で、エリちゃんはどっか行っちゃうと。こう我慢してみようか。怖えけど。うわ、怖え。急に来るね。で、当てるんだよね。はい、来る。すごいな。この避け方が。ヒヒヒって、ノック、ノック。これ何なんだろう。ノックしているかどうかってこと？泣いてるね。ここじゃない。あ、
なんか今開いた？あ、いた、来た来た来た。あ、来て、あれだ、見つけたんだ。はいはいはい、見つけたと。やっぱりで、来るからで、うわお、来た、びっくりした。2回目は違うんだな。逃げるね。おお、怖い怖い。あれでもあんま攻撃してこない。ノックノックノック、違う、ここじゃないな。あれ、あ、来る、あ、来た、やばい。1回で50じゃないから、次は回復しないとやばい。ノックノック、コン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 、あ、来た。ちょっとこれ回復するか。いるね、でこうと。うい、でコンコン、やべ、今回ノックね、ないか、一個だけか。あ、来た。なんかすげえ簡単になってんな。ベータバージョンすげえ難しかったのに。あんま攻撃してこない。あ、倒した。倒しちゃった。大丈夫これで。なんじゃこりゃ。大丈夫？お守り？お守りは何だったの？え、え？ポータル？何？違うのあるんだけど、行きますか？行きます。このまま入ると危険な気がする。これ。お守りだ。来た。新しいやつだ。お守りがないと、多分、ベータバージョンのエンディングに行く。あれがない。あの、開始電灯がない。どっかの場所に来たよ。ああ、階段がある。え？いける。あ、いけたいけた。あ、びっくりした。登ってくれ。登る。ああ、よかった。登れないのかと思った。どこだ？誰かいる。もしもし、あ、エリちゃんか？ゆめちゃんじゃ、やっぱり。これ何？エリちゃん？エリを連れ戻す。はい。本当に、え？あー、そういうことか。まあ、とりあえず連れ戻そう。で、もう一回やって、連れ戻さないバージョンいきます。はい。あ、動かない。これで、あー、これで助かると。来たんじゃない？え？何もなんない？なんか始まんない。ガチで始まんない。なんかエンディングロール始まってんのかな？見えてない。これ何なんだろう？井戸から血を飲む？どういうこと？いやー、どっちがいい？飲みます。はい。はい。さあどうなる？おお、ちょっと違う。とても魅力的だった。まるで吸い寄せられるかのように井戸へ向かった。浴びた血は力にあふれていた。自分の中にもその力が流れてくる。エリにこの力を渡さなくてよかった。花子さんがいない今、この学校は私のものね。なんだか今までのことがどうでもよくなる。噂につられて学校に来た子たち。
自分で呼んだくせに私が現れると一瞬で恐怖の色を見せる。その代わりを追ったら面白い。ああなんて楽しいの。こんな楽しいことをあの子はしていたのね。もう友達の名前も家族も自分の名前でさえも覚えていないけど、私がやることだけはわかるの。ただ一つ簡単なこと。夜この学校に来た子たちを殺すだけ。そう、私はこの学校の花子さん。エリちゃんを連れて帰るバージョンがちょっと見たかったんですけど、まあ、ちょっとね、多分バグかなんかで見れないと思うんで、次回アップデートがあって直ってたら、それをね、皆さんと一緒にね、見ていきたいと思います。あー終わったサンキュームービー2004年カレンダーの職員室にありますと。あ、終わった。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。では。